の動画は3月29日から4月18日までのショート動画をまとめた動画です。週35本投稿を始めた頃やな。おかげさまでチャンネル登録者数6万6000人になりました。いつも応援してくださりありがとうございます。それでは本編へ。ラ・ヨダソウ・スティアーナ。旅行どこ行ってきたの？コペンハーゲンだよ。コメントしづらいよね。ケナシヤマトかな。誰がハゲや。また髪の話してる。エビや髪が火通すと赤くなる理由。恥ずかしいから。マジレスすると熱いからやで。おもんなすぎて逆に好き。クリボーどこから出てきてんねん。ガチのマジレスするとアスタキサンチンという物質が加熱によってタンパク質から分離されて外殻が変色するって話。馬肉がうまいと聞いたんだが、競馬場に行けば食えるのか。一緒に走って捕まえたら食ってんの。他人の馬勝手に食っていいわけないだろう。草原行って捕まえてこーい。馬娘、ジューシーダービー。馬に勝てる前提でいるのかこいつ。馬捕まえるとか考え方がモンゴル人でくさ。家のじいちゃんが亡くなりました。最後を見取るために家族全員が揃いました。何か最後に言いたいことない？虫の息のように小さい声で言いました。そそなりたい。そそというのは女性のあそこの別名です。じいちゃんスケベだったからな。けどさすがに偉いもん聞いてもうた。早速家族会議がその場で始まり。どないしよどないしよ。看護婦さんそれ無理やわ。私でよければ。みな悩んだ末、お願いします。後で聞いたところ、兄の借金をじいちゃんが立て替えてくれた恩返しだった。失礼します。ベッドのじいの顔の上におしっこ座り、2、3秒過ぎて、じいちゃん満足か？そそやない、外や。誰も言い間違いだと思わないあたりどれだけじいちゃんがスケベだったかがわかる。この後の空気を考えるとおじいちゃんのことより涙が止まらない。それでもじいちゃんは満足やろな。小柄本を運転中選挙カーに窓開けて送ると反応返ってきて楽しいぞ。全員がお車から5000円ありがとうございますって同じセリフ。中指立てろよ。それは反対。自分に存在価値があるように思える。選挙カーになった世界線のモルカー相手くさ。もう隠し役を上げてみんなで共感するくれ。どんどん上げてってくれや。いっちかわいそうでくさ。こういう時だけ仲良しのスレタミ。4連コンボ、最高だね。A 型、B 型、可愛くて、O 型、ごめん。AB、ムカついちゃうよねが、まあ、デレスするスレ。おるわら。鼻から火も生えててくさ。あれ、なんか頭の上に数字が見える。今日は全校朝礼だから席についてください。はあ、マジだる。体育館に移動するぞ。皆さんに大切な話があります。頭の上の数字で戦うやつでしょ。5なの20に挑むみたいな。続きが気になる。ケンベンのうんこ流しちゃった。貸してみろ。こいつらわざわざうんこをほじくらなくてもいいってわけさ。すげえ。肛門切れて大腸検査陽性になるぞ。良い子は真似しないでください。もう手遅れなんよ。ひこう、若者の肉離れが急増。特に成長期の子の将来が心配。ストレッチの重要性を教えない大人が増えてるらしいな。これな、俺みたいな一流はストレッチに2、3時間はかけるからな。やべえやつだな。お前2、3時間もなんて店行った時迷惑だろ。肉離れの意味それぞれ違っててくさ。結局どの肉離れなんだ。ガキの使いが何かのスペシャル。はい。お前初めてのお使いのことガキの使いって言ってんのかよ。初めてのお使いやあらへんで。実際そうなんよな。改札通るのを知ったやつは早めに切るようにしろ。アサラッチの時やられたらくっそ腹立つ。それ改札じゃなくてバスの生産機なのくさ。IC カードモンスターでくさ。ダメだろ。消したはず。決めつけないで。もう一度。で、消防組合よりは安全性の番号っぽいですね。仕事はやり残しのないようにね。なんで消しゴムが燃えてたんだよ。2022年
4月11日、このようなスレが立てられた。メルカリで謎の商品が爆売れ。ただのワッシャーで草。よく地面に落ちてるやつやん。これがエルデンリングですか。これで売れるってすごない？原価何円よ。原価2円ぐらいやな。1000倍やないか。ええ商売思いついたな。どう見ても怪しい商品が飛ぶように売れていたのだった。バカを騙すビジネスってほんと儲かるんやな。ワイも適当なリングルか。勝手に広めんなやワイの貴重な小遣い稼ぎやぞ。俺も始めるわ。集団ストーカー防止リングって書いてあるけど使用方法は何だ。集団ストーカーを発見したら投げつける。1ステージに1つずつ隠されてて全部集めると隠しステージに行けるアイテム。あのさ、どう責任取んの？ほら、伏線の消しゴムのディスクならこんな簡単に蒸気を消せるんですね。すげえ、欲しい。社会とフワちゃんで草。みんな丸くだけ、チンコ。はい、一丁上がり。完璧すぎて感動した。なんか癖になる。ピビルピルピルピビルピー。ピビルピルピルピビルピー。なんてモテリアバットエストウエンツエスカリバー。よくわかんないけどなんか好き。楽しそう。Y YouTube で2ちゃんまとめしてるねん。再生数が全然増えない。改善方法求む。どうしたらええんや。ずば抜けて変なことやってみんとな。コメすると返信に吉野家コピペの URL かな。コメント返信に必ず吉野家コピペの URL 貼り付けてきてたチャンネルなんてあるのだ。 Y YouTube で2ちゃんまとめしてる。身に覚えがありすぎるんだよな。癖が強いからここまで来たんだな。私キレイ。うん。これでも。うん。本当？じゃあキスしてよ。わかった。え。なんで逃げるんだよ。ごめん。やっぱ無理。仕掛けを言うな。これ実は男側が妖怪なんだよね。なるほど、勉強になりました。日暮らしの泣き真似馬。謝ったら死ぬよ。残念ですが。帰り道。マジかよ。ち、どこ見て歩いてんだよ。あ、すいません。あ、ぶつかって。おい大丈夫かよ。そんな強くぶつかってねえぞ。し、出る。嘘だろ、俺のせいで。すまねえ。ハッピーエンド。何にもハッピーじゃなくてくさ。謝りハザード。12学期、尊敬する人間、アドルフ・ヒトラー。ふーん。だが闘争を読んだ、マンシュタインの回想録は、クリセクの回想と証言は、というか一番好きなドイツの軍人誰？え、まさか読んでないの？読んでません。これが現実。スターリンがイラスト提供してんの笑う。これが趣味とマジモンの差ってやつなんだろうな。いかがでしたか？動画内でも言うとったけど、毎日投稿を1年も続けてるんやな。これからも休みなしで動画作ってくよ。ショート動画を毎日投稿してますので、もっと見たいという方は、ぜひチャンネル登録お願いします。高評価もしてな。では、今回のまとめはここまで。ご視聴ありがとうございました。